例えば調査とかに行くときに明日8時とか約束しても全然来なかったとか約束の時間に来ないとかそういうことはもう本当普通にありましたし、どうもこんにちは、くもいもです。この後編では京都大学博美センターでチベット史の研究をされている井内先生に研究への愛を伺っていこうと思います。井内先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、では早速なんですけども、研究への愛をお願いいたします。はい、はい、共鳴です。共鳴、はい、共鳴とはどういうことなんでしょうか。私がまあ重要だなと思っていることをこうやってる時に、他の研究者とか、研究者じゃなくてもいいんですけど、例えば現地のチベット人のお坊さんとか、そういう人もあ、それは大事だねっていうようなこととかがあったりとかして、まあ、その瞬間っていうのがすごく、あ、やっててよかったなというか、そういうふうに感じるとこです。あ、そうですね、はい、こうお坊さんともこう現地の方とお話しする中で感じるというか、はいはい、あっていうのがあるんですね、はい、具体的にはどんなところにそうやって共鳴したんですか。そうですね、私2016年にあるテキストについての肯定テキストと研究を出したんですけど、はい、でその時に私がちょうどやって10世紀か13世紀に成立したカダム派っていう宗派があって、そのカダム派の総本山のラディン寺というところのお寺のまあ寺院誌なんですけど、その写本が2010年にチベットの中から出版されて、でそれをずっとやってたんですよね。でそれが2016年出版されたんですけど、そのやってる間にちょうどラディン寺に行くことがあって、調査に、そしたらそのラディン寺の人もやっぱりそのもちろん自分たちのお寺の歴史なので肯定テキストを出す準備をされていて、でもう全然私はその当時アメリカに行って、まあもちろんラディン寺のお坊さんラディン寺に行ってすごい遠くにいたんですけど、同じテキストをやっていたっていうようなことがあったりとかですかね。はい、そういうふうなことから興味と、はいはいということなんですね。はいはい、ここでは共鳴と挙げていただいたんですけども、はい、こう小さい頃からそういったところっていうのは、うん、まあ、例えば小学校の頃とか中学校の頃とかに意識はされたんでしょうか。そうですね、あんまり小学校とかの記憶があんまりなくって特に小中とかで何かこうチベットのこと関心があったかっていうと別に多分なかったですね。でも本当に歴史が好きとかもなかったんですか。まあ、どっちかっていうとそういう海外のものと か、 なんかこう翻訳文学とか、まあ、英語のものを翻訳したものとかが好きだ、読んでたかなっていうぐらいの感じですね。どちらかというと今はもうチベット語で質が英語とかの方が興味があったってことですね。そうですね、というか、まあ、子どもの時の外国語って、まあ、英語ぐらいしかないですね、日本人にとっては。なのでまあそうですね、はい。高校はどういう勉強をされたんですか。高校はカトリック女子校だったんですけど、ちょうどその英語が結構力入れてるところで、そういう学校でした。カトリック、今の研究にカトリックって関係ないです、ね、関係ないですけど、それがなんかちょっと影響してるとかありますか。はい、でもやっぱりなんかそういう異文化的なものが好きだったのかなというふうには思います。だから高校でこう英語を特化されたところに行って、はいはいはい、大学はどのように決められたんでしょうか。英語力入れてたとこで、なんか2年生かなんかになるときにコースを選べるんですね、はい、理系と文系と英語っていう風に分かれてて、で私は英語に行こうかなと思ってたんですけど、で試験があって、はい、ダメだったんですね、英語が。そうなんですね。で普通の、まあ、理系じゃないし、まあ、文系のコースに行ったんですけど、でそれでなんか英語じゃないなってちょっと思って、世界史が好きだったので、うん、大学は歴史学科のある大学に行きました。じゃあこう大学で歴史学科があるところにこう進学されて、うんうん、はい、どういうようなこう勉強をまずされたんでしょうか。そうですね、私が最初に入ったのは中国史のゼミだったので、はい、中国語の文献を読むとか、そういう、まあその時はそんなに中国語できないですけど、まあ、トレーニングをしたりしてました。そうですね、はい、まずはじゃあ中国から。そうですね、大学に入ると第二外国語を選びますよね、はい、その時ちょうど私たちの世代って結構これから中国語だみたいな感じがあって、
中国語を選ぶ人がすごい多くて、私も第二外国語中国語を選びました。ただこう今やってるのは中国語ではなくチベットじゃないですか。それってこう何かきっかけがあったんですか。1年生の時にその人物を1人選んでなんか調べるみたいなのが1年生の時に最初の授業であって、なんかその時になんかダライラマを選んで、なんか中国史のゼミなのになぜかチベットを選ぶというなんかそういうようなことがありましたね。あそこからじゃあちょっとずつチベットっていうのに興味があった。そうですね、最初はブータンにすごい関心があって、本で読んだのかちょっとテレビで見たのかちょっとまたそれもあやふやなんですけど、なんかブータンすごい行ってみたいなっ て、その時に思ってて、実際に行ってみたんですかブータンに。そうですね、その当時京都の大学が単位互換で、他の大学で単位が取れるっていうのがあって、でそれでブータンの研修旅行っていうのがあって、でそれ行きたいと思って申し込みました。そうですね、どんな感じだったんですかそのブータンの研修旅行は。あそうですね、事前にこう授業があったりとかして、ちょっと基礎知識を得てから、あの研修に行くんですけど、専門の先生が一緒に来てくださって、でいろんな大学から集まって楽しかったです。そうですね、すごいそれが思い出に残って。そうですね、それが、チベット文化圏に行った初めてですね、97年だったと思います、で、そこでチベット文字をこう初めて見て、あもうチベット文字を勉強しようっていうふうに思って、始めました。あじゃあもうそこからずっとチベットっていう感じですね。そうですね、なのでゼミは中国史のゼミで、あんまり関係なかったんですけど、その学部の時からチベットを勉強しに行ってました。そうですね、じゃあ卒業文献というか、そういうのも中国史の、じゃなくてチベット語のものを読みました。そうなんですね、チベット史で出したと、その後ですね、研究者になるか企業に行くかって大きな選択に迫られると思うんですけど、それはどういうふうに選択されたんですか。普通に就職するっていうことはあんまり選択肢に自分の中ではなくって、チベット語も始めたばっかりで、あとまだ2年ぐらいだったので、もう全然読めないですよね、なのでもうちょっとこれやらなきゃっていうような感じで大学院に進みました、大学院でも今と同じようなことをやるんだ。そうですね、基本的には。じゃあ仏教の仏教史、仏教史とかチベット史とか、仏教史にこう関わろうと思ったきっかけって何ですか。チベットの文献っていうのは、基本的に仏教に関わりがあるというか、もう全てそういうような文献なんですね。書いてる人が、文字を知ってる人はやっぱお坊さんですよね。だからやっぱり仏教と関わりがあって、特に私がやってるその十世紀から13世紀は政治的な権力がない時代なので、特に仏教色が強くなる時代なんです。もうそこは必然的というか、文献がそう、だからそこっていうところもあるという感じですね。ではこう博士課程を終えて、そこからどういう道のりを歩まれたんでしょうか。博士論文終わって2年間は大谷大学助教して、その後非常勤とかをしたり、あとはアメリカのハーバードに留学をして3年間ボスドクみたいな形で3年間過ごしました。でそれが終わってからまた中国で客員研究みたいな感じで3年ぐらいいました。こう日本にこう戻ってきた理由っていうのはどういうところにあるんでしょうか。日本に戻ってきたのは、ちょうど出産があったのでそれもあるんですけど、そうしてたらコロナになっちゃったみたいな感じですね。そういうところね、今は日本で。そうですね。ハクビを見つけたきっかけっていうのは何ですか。ハクビは、もちろん私たちの分野の人はみんな知ってるし、私も実際ハクビに応募したのは4回目ぐらい。そうですね、それで初めて今回採択されてということですね。チベットの研究をする中で、多分こう日本じゃなくて海外に行って研究をされてると思うんですけども、やっぱり苦労する点とか、辛い経験っていうのはおそらくあったと思うんですけど、あともしくはですね、それと逆で、これ海外に行って研究できてよかったなっていう、そういう点ってありますか。そうですね、たくさんありますよね。特に最初にラサに留学した時なんかは、ラサ標高3600とかあるので、高山病、最初のでも3日間ぐらいで大体慣れてくるんですけど、
やっぱり鉱山なので風邪ひいたりとかすると全然治らなかったりとか、やっぱそういう体力的なしんどさっていうのはありました。あとはやっぱりそのチベット人とのコミュニケーションを取るときに、やっぱりこう感覚とかいろんなことが常識とかが違ったりとかして、だんだんそれが分かるまでがなかなかしんどかったっていうのはありますね。もう明らかにこの文化は全然違うっていうことあるんですか？そう、例えば調査とかに行くときに、明日8時とか約束しても全然来なかったりとか約束の時間に来ないとか、そういうことはもう本当普通にありましたし、でもそれを理解して、じゃあどうしようかなとか、例えばちょっと早めに言うとか時間を早めに言うとか、例えばチベット人よく明日明後日っていうことをよく言うんですけど明日明後日会おうとか言われた時に、最初本当に明日明後日だと思って待ってたりとかして、でも全然それはいつかっていう意味みたいなこととか、そういうことが分かるまではなんか、まあそれも今思えば楽しいことなんですけど、その時は結構翻弄されてたというか、そういうこともありましたね。やっぱこう文化が違うと、はい、そうですね、文化が違う、まあ、分かんないですよね。そうですね、はいはい、一番楽しい印象に残っていることは、そうですね、さっきのしんどかったこととも関係するんですけど、それを経てアメリカに3年間行った時は、そのボストンに行ったんですけど、亡命チベット人がたくさんいて、ボストンだけでもコミュニティで600人ぐらいのチベット人が住んでて、私がチベット本土に留学してるとか、やっぱチベットのことをやってるってことで、皆さんすごいよくしてくださって、まあ私もある程度そのチベット人のことを理解して行ってるので、彼らとの付き合いがすごい楽しかったですね。すごい受け入れてくれる感じですね。そうですね、もう本当にすごいよくしてもらって、本当は英語で生活しなきゃいけないのに、はい、チベット語で生活するみたいなこととかすごい助けてもらいました、はい、引っ越して手伝ってもらったりとか、もう全部じゃあチベット語、そうですね、チベット語で生活できるぐらい、はい、自己紹介とかなんて言うんですか、チベット語で、チベット語で、はい、まあいろいろですけど、はい、まあ、地方によって本当方言とかたくさんあって、あ、はいはい、まあ、例えばそうですね、出してるみたいな出してる、まあ、でもこれも亡命のチベット人は出してるっていうのはこんにちは的に使うんですけど、チベットの本土の人はおめでとうっていうような感じで、あんまりこんにちはっていう意味でもない ないでも本当にそこはそれぞれの、はい、そうですね、はい、難しいですね、はい、そうですね、それもアメリカに行って本土からの人もいるし、インドからの人もいるし、そのアメリカ生まれの人とかもいて、いろんな方言がすごい、あのアメリカにいる時に聞けるようになりました、はい、それがあったからこそまた現地で行っても役に立つしっていう、はい、そういうことがありました。ではですね、チベットの研究に興味がある方は、はいはい、見てくださっていると思うので、はいはい、先生の研究に興味が芽生えた時に、うん、どういうような本とか、うん、読んだらいいのか、まあ、どういう勉強すればいいのか、そういう、こう紹介をいただいてもよろしいでしょうか。こちらに用意いただいてますね、はい、じゃあちょっと手に取って紹介いただいてもいいですか。私結構チベットの外説とかで授業で使ってるのは割とこの本ですね、はい、チベットっていう本があるんですけど、はい、フランソワーズ・ポマレ先生っていうフランス人の研究者の人が書かれた本で、写真とか図版とかがいっぱい載ってて分かりやすい本かなと思います。とか、まあ、最近出た本でジャム・ユミコ先生の物語チベットの歴史っていう、あのチベットの通史が書かれてる本が今年出て、あ、今年発売されたばかりの本ですね、はいはい、最近発売された本で、まあ、学部生レベルだとこういう方がいいかなと思います、うん、まあ、こちらはもう一般的な教養というようなチベット教養みたいな感じなんですね。そうですね、はい、もちろん結構専門的ではあると思いますけど、 あとはあの私もちょっと書かせてもらったんですけど、2021年にチベットの歴史と文化っていう本が出て、これはもうちょっとこっちよりも専門なので、まあ、学部生大学院生ぐらいの人にいいかなと思います。まあ、チベットの歴史とか宗教とか言語とか社会とか全てこうカバーした感じで、それぞれその専門の人が書いてるものです、はい、あとこの中に参考文献が載っていて、はい、まあ、こういうことを知りたかったらこれを読んだらいいっていうことが書いてあります。本当に詳しく知りたい方はこちらの本を読めばいいということですね、はいはい、ありがとうございます、はい、ではですね、視聴者の方に
メッセージをいただいてもよろしいでしょうか。私はずっと続けていったら今になったっていうような感じで、ブータンに行こうとか、その後チベット語をやるんだったらやっぱチベット本土に行こうとか、その後アメリカに行こうとか、なんかそういうことをこう自分がその時に思ったことを、まあ、その時環境が許したっていうのもあるんですけど、それをこう自分が思いついたことをやったっていうのがすごく自分にとって今になってすごく良かったなと思うので、学生の皆さんそういうこと多分いろいろあると思うんですね、自分が思いつくことって。でそういうのを逃さないでやってみるっていうのはなんか大事なのかなというふうに思います。素敵なメッセージありがとうございます、はい、もう最後になんですけど もう先生がこう思い描く人生の目標について、人生の目標伺ってもいいですか。そうですね、もちろん研究者としてはやっぱりチベット研究に貢献する、まあ、もちろんその成果物を出して貢献するということが目標ですね。でさっきもその紹介した通りで、チベットの概説的な本ってやっぱり結構難しくって、まあ、例えば中学生とか高校生には結構難しいと思うんですけど、中高生でも読めるような、例えば日本史とか他の分野では結構そういうものありますよね。チベットのものは急に専門的になっちゃうので、まあ、そういうようなものを何かできないかなと思います。本当にこの動画を見てくださって、はい、もし出版社の方がいれば、はい、先生にすぐにお声掛けいただければと思います、はい、いや本当に井内先生ありがとうございました。ありがとうございました。これからもクムエムラボでは研究者の方々の研究への愛をたくさん集めてまいりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。